はい、こんにちは。お金を増やす専門家の浅見博史です。今日は投資の出口戦略についてお話ししてみたいと思います。あなたは投資をするときになんとなく始めていませんか？例えばですね、株の取引や FX の取引など目的意識を持たないで儲かればいいということで投資していないでしょうか？やはりですね、出口ですね、最後どうなっていたいのかっていうのをイメージしながらそこに向かっていく、そういう目的意識って非常に重要だと思います。やはり最終的にどうなっていたいのか、ここを導き出すためにはいつもお話ししているライフプランが重要になってきます。そのライフプランに合わせてどういう投資をするか、結局投資は手段でしかありませんので、最後はどうなっていたいか、ここをね一度見つめ直してみるのもいいと思います。今日はここまでです。ありがとうございました。